よし、続き、いきましょう。ですね。なんだったっけ？忘れた。前の動画からかなりちょっと収録時間が空きましてですね。はい。ちょっと忘れてしまってるんですけども。まずはちょっと振り返る。ですね。そうそう。天空の鎧と天空の兜を手に入れました。で、持ってあと天空の盾だよね。天空の盾だけども。錬金術。そうだそうだそうだ。錬金術師行ったんだね。ダメだね。ちゃんと振り返っとけよって話なんだけど。錬金術師のところに行って、最後の鍵を、もらったんだけど、なくない？なくない？なくない？あ、あった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 。これね。はい。なので、とりあえずどうしよっか。扉開けまくるか。開けまくるってもそんなないと思うけど、なんかお城とかなんか結構あった気がするよね。城とか、ね、なんか、ダーマとかもあったような気がするな。はい。じゃあまず鍵開けられるところを開ける旅になりますね、今回はね。どっか開けられたと思ったけどなぁ。下か？確かここじゃない？あー、オッケーオッケー。ダメなの？ここダメなのか。マジか。邪悪な力で封印されてる。これなんか裏面的な、裏ダンジョン的な感じなのかな？もしかして。まあ、その可能性はあります。じゃあちょっと、じゃあ別のとこ行こうか。あとどっか城ってもう多分エンドールぐらいしかなくない？エンドールと、バトランドとかぐらいしかなくないっすか？エンドールなんかあったかな？鍵開けるとこ。これドラクエあるあるなんだけど、プレイしてるね、最中はさ、ああ、ここ、最後の鍵で行くとこなんだ、みたいな、なるけど、実際最後の鍵、ね、ゲットするとさ、忘れちゃうんだよ。開けるべき扉がどこにあるのかっていう。それがね、忘れちゃうんだよな。開けるか。OK。なんかあんじゃないの？ OK。よし。これで小さなメダルも30枚になったと思うから、まあ、一回交換ってか預けに行ってもいいかもしれない。あと、どうこうってあったか？あ、そういえばさ、武道会全然ちょっと参戦してなかったね。ちょっと一回行ってみるか。行ってみるのもありだよね。いや、待って待って待って。まずちょっと鍵開けて、そっからだな。ここは？あー、なるほどね。おい。お？どこだこれ？おー、なんだこれ？あー、ドラゴンなんとかがいっぱい売ってるけど、ドラゴンキラー欲しいなー。今お金あるから買えるもの買っといた方がいいのかな？ドラゴンランス。ちょっとどうしようか。ここどこよ、そもそも。これ、あれか？エンドールの、なんかお、小さなメダル OK。エンドールか。あー、なるほどね。この建物か。なんだこれ。おー、刃の鎧。これは、反撃するやつじゃない？ダメージ反射のやつだよ、これ、多分。わあ、強い。いいね。対痛恨。でもドラゴンライダーもなかなかいいんだよね。これはこれでね。域攻撃のさ、対策になるからね。これは残しといてもいいのかなと気がするけど、刃の鎧じゃ、いただきます。おいー。オッケー。
ほんで、ここ開けて、あー、なるほど。このルートで来れたのか、そもそも。この店に置いてあるものは素晴らしいのだが、値段が高くて手が出せぬ。オッケー。買うか、ドラゴンキラー。買おう。買っちゃおうぜ。ドラゴンキラー。いや、もう氷の刃いらなくないっす。いらなくない？氷の刃。売るか。7000なんぼ。7000なんぼ、買えないか。買えないか。ドラゴンシールド、ドラゴンヘルム。ドラゴンヘルム買おう。ドラゴンヘルム。いいね。強くなるね。ちょっと待って、いらないもの、売っちゃおう。鉄の爪とかもな。まあ、売るか。武闘着、羽付き帽子、青銅の兜も売っちゃおう。青銅の盾、うわー、もう安いな。虎の牙、魔法の兜、まあ売ろう。この辺は多分安いんだよね。100円なんだよな、ドロップアイテムだから。まあ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 、こんな感じで。いいね。うわー、ドラゴンランス高えなー。全然足りない。でもいつか、いつか買ってやろう。さてさて。あれ？こっちから行けないのかな？こうか？あれ？違う？こうか？こうかこうか？あれ？違うな。やべ、閉じ込められた？閉じ込められちゃったかな？あれ？閉じ込められてないっすかこれ？閉じ込められちゃったのか？いや、まさかそんなことないと思うけど。ちょっと待って。出れなくない？まあ、ルーラで、ああ、オッケーオッケー。ここ行けた。よしよし。あとなんかあったか？なんもなかった気がするけどな。ここは、ここバトランドとか、あとガーデンブルグとかが。あの辺行ってみるか。なんかもしかしたら、もしかしたらあるかもしれないからね。井戸とかなんかあったかな。どうだったかな。なんもないね。よし、じゃあ移動しよう。ルーラー、ゴッドサイドもなんもなかった気がするけどな。エントールレイクナバーもなかった気がする。サントハイムなんかあったかな。どうだったかな。いやー、なんもなかった気がするけど、ちょっと一回見てみよう。まあ、この辺は特に何もない。王様の部屋とかなんかありそうな気もするけどね。ダメか、ないか。じゃあ、地下とかは？地下なんかあるんじゃないか。地下とか、ないか。ああ、もうここだ、ね、俺あげちゃってるもんね。ないか。そうか。いや、なんか思ったよりないかもね。最後の鍵で開けるなんていうか場所。こっちは、あー、じゃあこれあれだわ。そうだ、町じゃなかったんだ。スゴロク城だもんね。あとフレノールさんとアネイル、コナンベリー、バトランド行ってみる。さあ、なんかあるかな。いやー、なかったような気がするな。この辺もな。移動も一応調べてみるけど、大して期待はできない。はい、もうこれも立派だね。立派な井戸だね。すがすがしいくらいの立派な井戸だね、これ。あとは、お城の中。城の中は？
城の中はどうでしょうか。なんかあれはいいんだけどな。いやもうこれ取っちゃってるもんね。だよね。意外と城の中もしょぼいな。よし、王様の寝室とかに現金300万とかないかな。ないか。王様の部屋すらねえな、ここ。まあ、しゃあない。あっと、間違えた、間違えた。ガーデンブルグ。ガーデンブルグもガーデンブルグだよな。ここもこことてだよな。なんかな、どうも。ないか。いや、この下は？あー、囚人がいるのか。開けてやるか？おい。俺は何も悪いことはしてねえだよ。ただちょっと女王様の寝室を覗いただけだべ。あー、これはダメなやつ。なんかこの辺とかなんか小さなメダルとか落ちてねえのかな？ないか。ねえ、この辺とかさ、なんかないのかな。なんもないなんてことないと思うけどな。なんか、あるんじゃねえの？ないのか？あ、またちょっとなんか十字キー効かないな。もうコントローラーはペコペコになっちゃってるからね。新しいコントローラー買わなきゃいかんな。いやー、ないな。そうなのか？なんかあってもいいと思うけどな。ないか。おい。地下室にあるお宝を盗みに入ったんだが、失敗してしまって、地下室にやっぱお宝があんのか？お宝があるのかな、ここは。ということは、どうなんだ？おい。反対側はどうですか？こっち、もしかしてお宝が。あるんじゃないかじゃあ、開けたね。そう、ここに天空の盾があったんだよね。あ、天空の、ね、天空の盾だっけ、なんだっけ、天空の鎧か。なんだったっけ、忘れたけど。天空の鎧、天空の兜か。違うな、天空の盾か。天空の盾だね。そうだそうだ。天空の盾。で、盗まれて、そうだったね。で、バザーのあのジジイのさ、あれだよな、課題もさ、ちょっとやらなきゃいけないけども、ミントスとかモンバーバラとか、この辺は特に最後の鍵で開ける扉とかなかった気がする。確かね。ちょっともう一回エンドルトンで、もう一回骨董品のあのじいさんとこ、ちょっと行ってみようか。まあ、武道会ちょっと、あれだよね。もう一回ちょっと行ってみてもいいかもしれない。行ってみるか？ほい。ほんで？ほい。金の女神像が欲しければ金の邪神像を持っておいで。それを、一目見せてくれれば譲ってやってもいい。どこにあるかは知らん。スタンシアラの王様を熱烈な骨董品収集か。スタンシアラ。スタンシアラに行きたい。だけど、ルーラ登録はされてない。スタンシアラはどこにあるんだろうか。それに関する情報が全くないんだよね、今まで。どこどこの方向に向かえばスタンシアラがありますよ、みたいな。コナンベリー行けばもしかしたら、あるかもしれん。あったかな？どうだったかな？まあいいや、ちょっとじゃあ今回は残りの時間武道会行くか。あ、違う。間違えた。全然違う。間違えた。武道会行ってみて、次のランク、勝てるかどうか。なんかね、一個ランク上がれば、なんかめちゃくちゃ跳ね上がるような気がするんだよな、強さがね。相手の強さが。なんかそんな気がしてならない。最下級ランクでも相当強かったもんね。あれ、しんどかったっすよ。よし、行ってみよう。でもあの時よりもはるかにまだ強くなってるから、はい。C ランク。うわー、たけー。負けたくねえなー。せんかー。よし、行こう。
ご分を。あ、ちょっと待って。結構消耗しちゃったな、MP。まあいいか。いや、見た目はね、そんなでもない気がするんだけどね。回し蹴り、さみだれ斬り、もう全体攻撃で、スクルト。スクルトの、どうしようか、ペギーラゴン。ほい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 、いいね。先手取れてるな。あ、余裕じゃない？余裕じゃないか。とりあえずは一戦目は。よーし。まあ言ってもね、レベル30だからね。言ってもよ。回し蹴り、同じパターンでいこう。先手取れるんであれば多分もういける気がする。よーし、はい、いいね。あ、効かない、効かないパターンもある。サミ、あーっと、サミダレ切り。あー、余裕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 じゃね、これ。オッケーオッケーオッケー、余裕だな、多分 C ランクはこれ。あ、でもなんかちょっと強そうなのが来たね。回し蹴り、サミダレ、同じパターンだな。スクルトのペギラゴン、焼き尽くしてやるぜ。いいねー。あー、楽勝楽勝。ペギラゴンがやっぱ強い。強いわ。楽勝。オッケー。よーし。B ランク昇格。商品として星フルーデは来た。星フルーデはもういいよ。セバスに賞金送った。オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ。やっぱ、ここでしょ。回復役で行きたくないか。守備ちょっとザルになるか。じゃあ、オルゴーで行きたいか。星フルーデは。これで、ちょっと待って。星フルーデはって素早さ20だけなのか。ってなると、ステータスってそもそも100、あ、待って、素早さ134。130、まあ、一番早くはなったけど、いや、違う。ラミアスの方早いわ。まあまあ、武道家だからね。なんだったらもう一回行ってみるか。ちょっと待って、次、なんぼ ?B ランク。うわー、2000。まあ、行ってもいい気もするけど、ちょっと消耗しちゃって。じゃあ、全開だわ。オッケー。一回行ってみよう、B ランク。よーし。B ランク行こう。さあ、今の実力がどこまでね、どこまで通じるかっていう。あー、なんか強そうなの来たな。回し切り、同じパターンでいきます。脳死プレイと言われてもいい。あ、先手は取れてるけど、ベギラゴンでは死なない。あー、強い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 わ強いわこれ。ホイミンがちょっとやばいね。ホイミンがやばい。一体を確実に倒しに行くか。ちょっと待ってね。ベホーマー行って、もう一回ベギラゴン行って。先手は取れてるから。オッケー。先手は取れてるよ。あー、ベギラゴン効かねえなー。あ、間違えた。ベホマやりたかったけど、まあいいか。ちょっと HP 中途半端な感じになっちゃったよね。ちょっとスクルト2枚掛けで、行こう。これでどうだ？あ、いいね。さあ、もう一回。よし。体当たりは大丈夫か。まあ、防御してるからってのはあるけども、ちょっとつらいな。ちょっとつらいぜ。でも先に動けるでしょ。よし。よし、オッケー。いやー、それでもさ、きついな、ダメージ。なんか防御、わぶねー！
防御虫攻撃してくるやついるね、なんかね。ちょっと待て、ベギラゴンだな。よしよし、ベギラマ厄介だねこれ。ちょっと長期戦続いております。続いております。あー、全体回復も欲しいよな。オッケーオッケー、体当たりこれちょっと嫌なんだよね、体当たり。それぞれ自分を回復してください。あれ、どこ行った？ベホマ、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 あった。あー、やっぱ倒しちゃったか。ラミアス先に動くからね。よーし、最高。さあ、ちょっと可愛い感じのね、敵が出てきましたけど、サミダレいきます。まあ、ベホマ入れとくか。ベホマ入れて、スクルト入れとく。よし、よし。ライデインってお前、ふざけんじゃねえよ。ちょっと厄介だな。これは厄介だな。もう一回スクルトいい。ああ、かわされたのが痛い。プチヒーロー、魔人斬りやばいな。あの、左から2番目がやばいな。魔人斬りちょっと当たったらまずいよ。ちょっとまずいよ。もう一回行くか。もう一回スクルト行って、いや、マホトンだな。マホトン行って、マホトン行って、ベギラゴン行こう。よし、入らないか。あー、オッケーオッケーオッケー。右2体は入った。大切断。いろいろやってくんね。多彩だね。スフィーダ寝てんな。スフィーダ寝てる。ベホマ。もう一回、ベギラゴン行こう。もうベギラゴン連打だよ、もうこれ。可能な限り、ホイミン国士。ベギラゴンの連投だよ、もう。もうやれることやって。ザメハ、起こそう。ベギラゴン行け。よーし。オッケー。さあ、殴れ殴れ殴れ。よーし、行けたー。オッケーオッケー。B ランクも行けましたね。いいね。よーし。はやぶさ、はやぶさの羽織、ん？羽、羽飾り。次で最後になるのか？どうなんだ？これ何？はやぶさの羽で作った頭につける飾り物。回避率上昇。回避率上昇。どうしたもんかね。回避率、まあいいや、次行ってみる？もう一回。うわー、たけー。ちょっと待って待って待って。今何本ある？ 4000 当たりねえわ。無理だ無理だ。無理無理無理。はい。まあ A ランクはまた、ちょっとまたね、別な機会にやりましょう。はい、そんな感じだね。まあいいとこなんじゃないか、尺的にも。結局今回進んでませんでしたけど、まあちょっとしたね、脇を固めるという意味では、まあ大事なイベントちょっとこなしておきました。あとはどうしますか。スタンシアラだよな。スタンシアラのさ、場所がわかんないんだよな。なんかでもね、船もらった時、どうこうなんか言ってたかな。じいさん、いや、言ってなかったかな。どうだったかな。教えてくんねんだよな、これな。スタンシアラに行きたい。乗せてくんねえかな。ハバリアに帰る。
くそー、スタンシアラの場所知りてえなー。それとももう適当にさまようしかないかね。スタンシアラの場所、誰か知ってる人いないっすか？いやー、今まででやった人の中で、スタンシアラうんぬんみたいな話したことないよなー。ちょっと待って、メダル王のとこ行くか。誰かスタンシアラの場所押してくんねえかなー。30枚なった？あ、31枚、OK。はい。なんで、なんで、なんの腕はだって？豪傑の腕は、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。これはもう戦士でしょ。こうなるっしょ。ねえ、これでいいんじゃねえか。で、ラミアスに力の腕輪つけてやりゃ、いいんじゃないか。オッケーオッケー。あざーす。スタンシアラなぁ。モンバーバラ行ったとて、行ったとてなんだよな。ハバリアでなんか情報ないかな。ハバリア、ここさ、レベル上げの時に来たのよ。動画外でレベル上げしてた時にね、ここに来て、なんか情報ないかな。道具屋にある魔法の性質を仕入れに来た。値段は高めですが、MP を回復できる優れもの。ああ、いいね、いいね、いいね。魔法の聖水、あ、なくね？これ武器か。魔法の聖水が売っている。おお、なに、なんか黄昏れてるじいさんがいるけど。海の向こうにはエンドールという町があっての、そこでは武道大会が開催されている。ああ、これは、ちょっと今はもうどうでもいいって感じかな。教会があります。昔は南に小さな村があった。でも年々人が減っていって数十年前に亡くなったのよ。その村に住んでいた人はみんなどこかに移住したらしいわ。なるほど。スタンシアラの情報をくれ。サントハイムの北には水の都。あら、来た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 。サントハイムの北ね。絵にも描けない美しさとはまさにあのようなところでしょう。いいね。芸術の街ってか？まあ、僕の柄ではないですけどね。イカズチの杖、あざーす。イカズチの杖。これって、ホイミンとか装備できないか。イカズチの杖。オルゴいけんの？あ、いけるな。雷を飛ばす。道具として使う。だとどうなるんだ、これ。いけんのかな？オッケー。小さなメダル。酒場で働いてる女の子かわいいな。彼氏いるのかな？いるんだろうな。でもいなかったら俺がブツブツ。あ、もうこの時点でダメ。もうこの時点でダメよ。ね、ここでもうブツブツ言ってる時点でもう物にはならないのが目に見えてる。あー、この子かな？この子かな？いらっしゃい、ゆっくりしていってね。なんかゆっくり霊夢みたいだな、これ。世界で、仕事で世界各地を回ってる。やっぱりモンバーバラが一番いいぜ。美人のダンサーが歌って踊るのを見られるし、お笑い芸人の芸は面白いしで最高のところだ。ん？モンバーバラの生き方はこの大陸の南端にあるぜ。もう行ってきたよ。行ってきましたよ。エルフが住む町か。一度は行ってみたいな。なんせエルフは美人しかいねえって言うじゃねえか。あ、なんかあったね。ロザリーヒル。ホビットエルフが住む静かな町、昔人間が訪れた時にある事件が起きての、それ以来人間の目には見えないように隠された。しかしロザリーヒルは確かに存在しておる。場所を調べて探し出してみるのも面白いかもしれん。あー、もうあの場所忘れたんだよな。お客さん、その若さで酒場に来るもんじゃありませんよ。まだ一応未成年ってことになってるからね。そこの地下には老人が住んでいるんだけど、奇妙なものばかり集めていて気味が悪いのよ。そういえばここのところずっと見ないわね。あー、来た来た来た。像あるんじゃない？像どうだ？あるー、あるぞ。怖。うわー、孤独死だこれ。完全なる孤独死。
怖っ。なんだこれ。あー、来た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 、邪神像。ちょっとこれ買って持ってったらさ、これ、ちょっとなんかバチ当たりそうじゃねえか、これ。なんかやだな、怖いなー。まあ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 。ありがたく、ちょっと使わせてもらおう。違うな。あったと思ったら違ったな。魔法の帽子。魔法の帽子は買えるな。買っとくか。鉄の兜より強いんだ。あ、鉄の兜、魔法の兜か。あ、じゃあ鉄の兜だよな。よりも強いのか。で、こっちに魔法の聖水が売ってるってな。いいじゃん、500円だけどさ、30回復なんてこれもう、すごいよね。もう買えるだけ買っとこうぜ、これ。どうせ死んだら半額持って帰るんだから。これは、この先はコナンベリー行きの、コナンベリー行きの人客、人客船乗り場を、違うな、コナンベリー行きの人客船乗り場かな。ちょっとわかんねえな、これな。乗船券がなければ通ることはできない。まあ、もういらないっすよ。もう僕、船あるから。ね。マイシップがあるから。オッケー。じゃあ、スタンシアラだな、次回。はい。サントハイムの北だっつってたんで、まあ、迷わず行ければいいなという、お祈りします。はい。オッケー。じゃあ、次回、スタンシアラに向けて頑張りたいと思います。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。